競争水面に予選競争第8レースのメンバーが登場してきました。対戦メンバーは1号艇佐賀の森永純、2号艇福岡の西山隆弘、3号艇大阪の松井茂、4号艇岡山の山口達也、5号艇愛知の岩瀬雄介、6号艇広島の浜崎正則。以上の6名、ピットでやや遅れた3号艇松井でしたが、回り込んで各コース確保する構えとなっています。その内側インに入ってきたのが1号艇の森永純です。地元森永のイン戦、ここまで未勝利ではありますが人気が集まっています。この人気にはしっかり応えたいところ。そして2コースに2号艇の西山隆弘です。前半着を落としてしまいまして、ここ1着条件となっています2号艇西山2コース、そして3コースに4号艇の山口達也です。回り込んだ3号艇松井茂は4コーススローの位置からの戦いとなりました。ここ1着取って、あとはボーダー次第というところ、厳しい条件です。2手引っ張って5コース角の位置には前半逃げて1着でした5号艇の岩瀬雄介です。そして大きく引っ張った6コースは6号艇の浜崎正則です。浜崎にとっても1着条件の準優勝負掛けですが、ここはチルトを 2.0 に跳ねて展示は好タイム、6コースから大勝負に挑みます。本番4対2に分かれています。進入インコースから1番、2番、4番、3番、5番、6番の並び、スタートしました。1号艇森永トップタイミングとなりました。その後は1番、2番、内野艇が出てきます。1番区の旋回、逃げる1号艇の森永、刺す2号艇西山、まくり出しは4号艇の山口、両者届かず先頭は1号艇の森永純。スタートは前提正常でした。押し切りました1号艇森永、独走となっています。2番手は4号艇の山口、その後ろに6番、3番、5番が並んでリマークです。トップで回る1号艇の森永、続いて6号艇やってくるところ、外からかわせるか4号艇の山口、2番手は4号艇の山口達也です。3番手3号艇の松井茂、その外から5号艇の岩瀬が粘っています。レースは2周目、先頭は逃げて独走1号艇地元の森永純です。2周目1マークトップで折り返し、2番手で4号艇の山口達也、3番手6号艇もやってくるところ、外から3号艇の松井、そしては5号艇の岩瀬、3番手は3号艇の松井茂です。現在上位3艇は1番4番3番、すぐ後ろ5号艇の岩瀬がまだ粘っています。これから2周目2マークです。トップ1号艇の森永、2番手4号艇の山口、そして3番手3号艇の松井が待って切り込んでくる5号艇の岩瀬は届かず、3番手は3号艇の松井茂、上位体系1番4番3番でレースは最終周回です。さあついに1500勝達成が見えてきました。1号艇の森永トップで3周1マークを折り返していきます。2番手が4号艇の山口達也、3号艇松井茂、3番手3周バック上位体系は1番4番3番です。1、4、3の組み合わせ3連単ノッツ 68.3 倍となっています。ラストターンマーク先頭で向かうのはトップスタートで逃げた1号艇森永です。ここ唐津で2000年の5月にデビューしてから23年4ヶ月ひたすらに走り続けてきました。ついに1500勝達成の瞬間が近づいています。まもなくゴール、先頭1番1500勝の五輪、4番五輪、3番五輪、5番五輪、6番2番五輪です。